よ、孫君ボボ。消化の陽気を感じる今日この頃。いつも、うちのピアノ教室には可愛い猫も遊びに来。すれ違う犬や牛たちといつも、にらめっこして楽しんでおります。あら可愛いわね。あなたのお名前は？メヌエット。Thank you.
しました。だんだん暑くなってきて、花も藤の花が咲くようになり、菜の花もとってもきれいな季節です。お庭にはチューリップの花が咲き、咲いた咲いたチューリップの花が並んだ並んだ、赤白黄色どの花見てもきれいだな。皆さんもチューリップを育てるように、大切なお子様を大切に育て、生徒も大切に温かく見守って育てていこうと思っております。子ども虐待、子どもへの励まし、勇気づけは大切ですが、短所を見ずに
できるだけ良いところを見て褒めて伸ばしましょうね。先生とのお約束を守ってくれる良い子には先生はご褒美やサプライズはいつも惜しみません。お約束をきちんと守ってくれる良い子には今度は何が出るかな。阿弥陀くじをして出たお菓子をゲットする。いろんな遊びを取り入れて子どもの飽きない楽しめるピアノレッスンを心がけております。それではまた。